郡山市は最大震度7を観測した能登半島地震の被災地支援に取り組んでいます。6日には石川県輪島市に救援物資が送られ、品川市長は安全第一で任務を果たしてくださいと述べ、輪島市長に宛てた手紙をドライバーに託しました。市は輪島市に必要なものを確認した上で、500ミリリットル入りの飲料水7200本やパン900食分、救急箱20箱分の医薬品などを送りました。また5日には上下水道局の職員4人と給水車が石川県に派遣され、珠洲市で給水活動を行いました。我々も東日本大震災の際には全国各地から支援を受けましたので、いち早く何かできないかということで対応させていただいたところであります。郡山市は今後も被災地からの要望に応じて支援活動を続けていくことにしています。品川市長は年頭の記者会見で、能登半島地震で亡くなった人たちを悼むとともに、義援金への協力を呼びかけました。地震により亡くなられた方々のご冥福を改めてお祈り申し上げます。そして被災された皆様に心からお願いを申し上げたく存じます。郡山市役所内の2カ所に能登半島地震の被災者を支援する義援金の募金箱が設置されました。寄せられた義援金は日本赤十字社を通して被災地へ届けられます。会見では今年の市政施行100周年記念事業の一つ、オリジナルラッピングピアノの制作のプロデュースを郡山市フロンティア大使の柳井道彦さんが担当することが発表されました。また4月29日に5年ぶりに人数制限なしで開催される郡山シティマラソン大会の一般エントリーの受付を12日から始めることも発表されました。郡山市は新たに農業を始めたいという人や経営についての悩みなどを相談できるサポート窓口を開設しました。今月4日に農業政策課に開設されたのは、オンラインでも相談できる農業経営新規就農者サポート窓口です。高齢化などにより農業に従事する人が減少する中、少しでも農業に興味を持っている人を行政としてサポートしようと窓口を設置しました。相談の内容によっては市の職員のほか、県や JA などの職員が対応することも可能だということです。漠然とした相談でも結構でございます。なんとなくですね、これからの自分の将来を考えてみたときに農業をやってみたいと。窓口では対面での相談にも対応していて、平日の午前8時半から午後5時15分まで利用できます。